Hey guys! Welcome back to Japanese by Chunking! Japanese by Chunking へようこそ。今日は皆さんに日本のカタカナ語、カタカナ語を紹介したいと思います。それでは、Let's go! カタカナ語について勉強したいと思います。カタカナ語なんですが、これは、英語やドイツ語、フランス語といった外国語から輸入されてきた言葉を日本風にアレンジしたもの、それから意味をちょっと変えて使っているものなどがあります。これを一つずつ紹介していきます。今日は、インターネットから調べたカタカナ語を一つずつ紹介していきたいと思います。では始めましょう。まず最初、アパート。アパート、これは何でしょうか。これはアパートメント、アパートメントのことをアパートと言います。次、アフターサービス。アフターサービス、これはカスタマーサービス。カスタマーサービス、これを日本ではアフターサービスと言います。続いて、これは、英語から来た言葉ではないんですが、アルバイト。アルバイト、これは実はドイツ語から来た言葉で、ドイツ語ではアルバイト。アルバイトで、仕事のことですね。これをアルバイト。でもこれは日本では、パートタイムジョブ、we call this アルバイト。フルタイムジョブの時には、普通に仕事と言いますけれども、when it's part time job ではアルバイトと言われています。次の言葉、イメージダウン。イメージダウン。これはちょっと難しいかな。to damage one's image をイメージダウンと言います。そして次は、ウィンカー。ウィンカー。ウィンカー？ウィンカー。これは、車の turn signal。アメリカだと turn signal。それか blinker を日本ではウィンカーと言います。続いて、ウォーミングアップ。ウォーミングアップ、これはエクササイズなどをする前にする体操。これはウォームアップ。ウォームアップをウォーミングアップと言います。続いて、エアコン。エアコン、これは It's a shortened word for air conditioning. エアコン。 So they took the word air and the conditioning, エアコン。 続いて、オーダーメイド。オーダーメイド、オーダーメイド、これは、英語で言うとカスタムメイド or made to order。 これをオーダーメイドと言います。オートバイ。オートバイ、これも、they shorten this word. It's a motorcycle. This is motorcycle. 日本語ではオートバイ。 I think this might have come from auto bike. オートバイ。 続いては、オープンカー。オープンカー、オープンカー、これは convertibles。
convertibles をオープンカーで、やっぱり車の上が空いているのでオープンな車、オープンカーと言います。続いてはガソリンスタンド、ガソリンスタンド。 Yes, so this is gas station. Gas station. ガソリン is gasoline. Stand がスタンド。ガソリンスタンド。続いてはカンニング、カンニング。これは英語のカニングと似てますけれども、これは、テストとかで、When you cheat during exams or during the test, cunning. So to cheat on the test をカンニングと言います。キャスター、キャスター、これはキャスターなんでしょう。So when you say caster in English, you might think of this roller on the bottom of a thing you carry, caster. But this is actually newscaster or news anchor. をキャスターと言います。続いてこれはちょっと難しいかな。クラクション、クラクション。Do you have any guess?クラクション、これは、アメリカだと、車のホーン、プププププ、これをクラクションと言います。 And I did a little research and then it turned out that this came from a company who makes vehicle horn, and the company's name is Klaxon Company. SoMaybe when this was imported to Japan, they heard the word klaxon and they just named horns klaxon. It's very interesting. Klaxon. はい、次はクレーム。クレーム。ちょっとクリームと似てますね。クレーム。これは complaint. So when you callsomeone to like complain, you say クレームを入れる、クレームをつけると言います。これは結構有名だからみんな知ってるかもしれないけども、コンセント、コンセント。 So it sounds like consent in English, but this is actually an electrical outlet. これをコンセントと言います。シーズンオフ、シーズンオフ、これは、This is one of the examples that we do a lot in Japanese. We flip words. So in English it's off season. これをシーズンオフと、it's flipped. シール、シール。So again, this one sounds like English seal, to like seal something. シール。 So this is actually stickers. So the stickers that you put on stuff, this is シールと言います。はい、次です。ジェットコースター、ジェットコースター。ジェットコースター？これはローラーコースターズ、ローラーコースター、ジェットコースターと言います。 I don't know why they call it ジェットコースター、 but ジャンパー、ジャンパー sounds like jumper, somebody who jumps, jumper. This is actually a jacketジャケット、これをジャンパーと言います。ショートカット、ショートカット。 It's not a shortcut. When you get your hair cut short, ショートカット
と言います。スタイル、スタイル。 So in Japan, when you describe somebody's body figure, you say スタイル。あなたスタイルがいいね。 So when somebody has a really nice figure, you say スタイルがいいね。スタイル抜群だねと言います。はい、次も体に関係した言葉です。スマート、スマート。 So this comes from English word smart, but it's not smart in the head. So it's when somebody's slim, when somebody's fit. スマートと言います。 So when somebody's fit, you say すごい、あなたの体スマートだね、スマートだねと言います。セレブ、セレブ。これは、This comes from celebrity, celebrity. これは最初の部分を取ってセレブと言います。タッチパネル、タッチパネル。これは、iPad とか、電話のタッチスクリーンをタッチパネルと言います。チャック、チャック。これはジッパー、ジッパー。これをチャックと言います。 So when the somebody's fly is open, you say あ、チャックが開いてるよ。 Your fly is open, チャック開いてるよと言います。はい、そして最後です。最後はトランプ、トランプ。Trump? Trump? Trump? That Trump? No. これは playing cards. Playing cards. これをトランプと言います。トランプで遊ぼう。トランプでもする。というふうに使います。トランプ。カタカナ語、どうでしたか？たくさんありますね。まだまだたくさんありますので、続きは次回のビデオで紹介したいと思います。ちょっと難しい単語もありますし、発音がやっぱり英語の言葉とは違って難しいかなっていうのもあると思います。私の生徒さんによく聞くんですが、カタカナ語は発音が全然違うから難しいっていうのを聞くので、今回はこのビデオを作ってみました。また次回も、面白い単語を、いくつか紹介したいと思うので、また次回もよかったら見てください。それじゃあね、また。